2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。1億円近く投資をしておりました。2017年は世界第2位でございました。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。で、バイナリーオプションスペシャリストの FX の投資戦術ですね。これはバイナリーオプションのインジケーターに似てまして、今分析させてですね、勝率、今勝率 75% で見ています。例えばこの白色タイプは分析データが決まっております。で、現在の時間はこうですね。で、まあ、こっちの表示をしておきましょう。でですね、これね、今私あったかい格好してますね。暖房もつけてたんだけどね、空気悪くなるんで、ここはスチームじゃないんですけどね、非常にまだちょっと暖かいんですけどね、ここね、万が一ここのまこのま寝込んじゃっても平気なようにしておりました。シャワー浴びてさっぱり、しております。ミネラルウォーターを沸かしてシャワーを浴びてました。でですね、これは勝率 75% で16回あると、このシグナルね。で、平均ピップスが 0.720 ですね。このシグナル通り通しても勝てるということですね、完璧に。これ決算ですね。これがね、下で、ここで、ここは負けたわけですね。あ、ここかな。どうかな、これ。ね、時間が324時間後ですからね、多分これはこれかな、これはこれかな、ね、これはここですね。だから勝ってるんですね。これも勝ってる。これはちょっと似てですね、これはここであると、ね、負けてるとでね、平均プップスが 7.2 で 0.3 ピップス以上の利益を、平均ピップスがね、というなので、分析させる勝率が 75%、 RSI とかそういうのは分析で分かりません、周期も分かりませんね。で、見つかってんのはこうですね。多くなるんだな、こういう時間帯ですね。夜の9時ね。で、ちょっとね、美味しい緑茶を飲みながら、最高ですね、緑茶。この氷もね、自動氷製造機、なんて言ったか忘れちゃいましたけど、ね、便利ね、白にね、答えが出てないものでね、黄色線の条件でね、判断することはできません。この条件で見たときね、何かを出てもこれ勝てないんですね、この条件では。ただこっちの方は勝てるわけですね。この上となこれで RSI ですから、この出っ張りをね、黄色
その両サイドのよりかまた出てるっていうのは RSI がプラスされてる。だから実際上にぶつかって勝ちやすいということですね。ここ上でここでしょ、決算ね。ここでここですね、ちょっとだけですね、これね、上がっちゃってますね。でこれは平均ピップスが 0.374 ですね。利益がね、1個あたりの収納に対してですね。で、投資数が20個あって 75% 以上ですね。これ上で来てるから、これね、下に行ってんだけど、また上がる可能性があるね、これはね。まあ少ない。でね、なんだろう、アクセス遅いんですよ。表示数が多いからね。さっきの勝ちました。またまたハンマー先生勝ちましたよ。ターミナルでね。また勝ちました。少しだったけどね。700円ね。700円勝ちました。1ヶ月間の利益。レポート。うん、こうですね。ジョンソンはこれパーフェクトで1回だけミスってるだけですね、大きくね。あ、さっきユーロ JPI 難しいんでな、なんだけど700円、1万ドルずつ投資してますでしょ。これはね、まとめてやったの、ね、だからこんな具合ですね。こうですね、勝率がね。これライブ投資ですよ、ね、ライブ投資です。でこう見とかな、ね、これは今取引してませんよ。さてこれ来ないかな。これこれだけの通貨だけなんですよ、15個ぐらいなんですよ。いいのを選んでで、1H と 4H なんですね。これ 1H、これダメかな。これ 1H が3マリしてるか。すごい。あんまり長くないからね。これで OK、 3までいったね。ちょっと私の画像ちっちゃくしますね。どうすね、これがね、3までいってたらいいね。これはね、スワップ用ですね。
あ、これは必要ないでしょう。短いかな。なんかいいのはないかなっていうね。これね、1H だからね。ちょっと顔消しますね。まあいいか。これ下がってきたのね。やっぱこう取引すべきだと。この上に来たらね、知らせて、アラートし知らせてね、行こうと思ったんだけどね。ねえ。まだ出てこないんだよね。これちょっと分析を。まあ8回以上にしてるんですよ、10個。70% にするか。70% にしましたね。スマホ。ちょっと血圧計測るんでね、ちょっと。それスマホと接続しないと。電波がよく入ってきてるね、今。今接続中ですね。アプリをね、これ接続中、接続中でね、血圧をちょっと接続してるんですよ。スマートウォッチね、携帯、血圧計と、あ、出てきた。これ出てきたな。
ょっと出てきたね。これもね。この前これ外しとこう。どうだった。落ちてないね。いいね。これだ。UFOZAR。血圧をちょっとこれ上がってきたけどもどうかな。120でしたね。これ全部消去だったろうかな。UFOZAR。それ血圧だ。血圧なんですね、測ってたんですけど。しょうがないね。血圧を。素晴らしい。そう言って、どこで取引しようかな。これがいい。あ、いいぞ。これ外しとこう。これは特殊だから、でこれをセットしていきましょう。このね、これどうなんだろう。欲しいな。1、2、3、4、
おかしいな、同じのが一つダブってんのかな。あ、これね、これダブってんだ、これで OK だね。これなんですよね。こういうとこ使ってるからね、使ってるから落ちるんじゃないかというのがね。ですよ。まだないね、これね。だんだん慣らしてね、資金増やしていくんだけど、まだ怖いんですよね。で、今も資金も少ないから。100億までちょっと許してもらってるの。稼ぐのね。1ヶ月。それで FX はね、1ヶ月100億。株とかね、ちょっと置いといて、これちょっとデータ取っていきましょう。あれやね、ちょっとこれ顔消しちゃうね。難しいとこだな。さあ、そうね。ここさあ、もうちょっとやんないと。これね、これを生成するんです。2巻で、その他で、生成これだけ出てきましたよ。保存しておきますよ。ね、で、こういうふうにね、出てきたわけですよ。で、どれがいいかというのね、こう関係数が出てるけど、これからちょっとね、絞り込みしましょう。これが、これは出てこないね。これで出てきた。で、2に、そうやって。ね、これを見たんですよ。開いてるのとか、これを見て、これがいいんじゃないかと、意味が悪いんじゃないかと。ね。
今度はこれは落ちるんじゃないかね。これは上がるんじゃないか。ないね。こんぐらいだね。こんぐらいですね。これが落ちるんじゃないかな。そうそう。ね、そういう感じ。